いや、どうしようかな、ちょっと。いや、どうしようかな、あ、どうしようかな、ちょっと待って。これ、マジめっちゃおもろいわ。なんかこれ。この名字とかこの名前だったら、ちょっと地上系っぽいなとか、漢字とひらがなのバランスとか。おっぱいがめちゃくちゃ大きい。大きいんだ。大きいです。もともとのイメージも残しときたいパターンの、完全にガラッと変えずに、一文字だけ変えて、ゲームをするならのぞきみちゃん、よろしくお願いします。村上さんゲスト第3弾よろしくお願いします。はい、3回もすいません、ありがとうございます。嬉しいね、すごい、いきなりめちゃめちゃ感じが、はい、いっぱいありますけど、机2個使ってね、のぞきみちゃんオリジナルのゲームで、うん、はいはい、妄想女優、これは面白いゲーム。そうなんですよ、あの FJ さんって漢字がすごい複雑だったりとか、はいはいはい、一発で読めない方とかいるんですか。はい、読めないことの方が多かったりする。そうなんです、うん、私のカヌエラのカノも一発で変換できなかった。変換は確かにね。そうなんです、一文字一文字。素晴らしい名前よね、カヌエラ。架空のこうゆらゆらした女性みたいな、その勝手なイメージ、ね、こうなんか幻想みたいな桃源郷を見させてもらって、桃源郷、僕はそういう風に、はい、はい、見てます。気持ち悪いですね、すみません。なんかそういう感じで、いろんなその AVJ さんってすごい独特な名前があるので、確かに確かに、実際に自分でこの中の漢字を組み合わせて女優さんを作っていこうっていう、うん、これは面白い、はい、設定も自分で考えて発表していただくという。で、その女優さんの2人挙げて、どちらがなんかこの方の作品見たいっていうのをスタッフさんが決めて、うん、なるほど。これマニアックなゲームですよね、マジで。でも、普段あるある、この名字とかこの名前だったらちょっと地上系っぽいなとか、はい、そうそうそう、合ってるなとか、そう、そういう感じで自分で決めていくという、はい、ゲームです。面白い、これは。村上先生、脚本とか書いてるから、うん、名前とか、名前つけるのとかね、普段から確かにその、なんかそのキャラクターを考えた時にこの名前合ってるなとか考えることもあるから、すごい、だから見てて楽しそうだなと思って、本当に今回強いです、村上さん、多分。いや、確かに勝ちたい。まずは、先攻後攻ランク。はい、じゃあ最初はグッ、じゃんけん、ほい、はい、じゃあ、先攻で。お、はい、はい、うわー、なんか全部魅力的に見えるな。でも、その現存の女優さんとか、はい、過去に僕が見てきた女優さんとか、もう、ぶわーって連想されますよ。ほのかさんとかさ。そうですね、うん、実際の女優さんから結構一文字、うん、ゆうきひとみさん、ひとみぎょうさん、ホラー世代いたらね。多分、ひわちゃんの世代全然違うじゃん。上の世代の方で。視聴者は、うんうん。あ、ね、そうなんだ。うん、どうしよう、先行って言っちゃったけど、すいません、ちょっと待ってくださいね。結構莫大な、これ結構めちゃ悩ますよね。これ一番最初が一番難しいな。自分の中で一回キャラクター決めますわ。はい、どういう系の方ですか。地上にします。地上になってきたら、やっぱこの果物の果とかはないんですよね、僕の中では、なんとなくね、うん、すごい面白いね、これ、うん、人がやってるのを見るの初めてなんで面白いです、私。あ、そう、自分でずっと一人でやってたんで。なるほどね、はい、うん、あーあー。おもろこれ。なんでだろう、見てる人全然面白くないと思うけど、なんかやると、なんかいろいろ考えて、インスピレーションがすごい無限に出てくるから、面白いですよ。会ったことない女優さんのなんかふわっとした顔とか雰囲気とかが出てくるのね。そうなんです、なんかね、俺、家で俺一回一人で飲みながらやろうみたいな。数字とかね、自然の言葉とか。もうあの、もう大月のつけた。早く選べ。だからあんまダメだ、浜崎真央みたいになっちゃったよ。ダメだよ、連想ってなっちゃった。早く選べば分かりますよ。ちょっと本当、ちょっと待ってね。いや、そうなんですよ。でもね、これ決めれないから、目つぶって取るわ、1個。あ、それはすごい、うん、そうしないと、自分の中でなんか決めれないから、これにします。はい、なんだろう、中。これ、地上やめますね。一回、それは全然大丈夫、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 大丈夫。じゃあ、うん、私で、ね、どうしようかな。結構、今まで2回ぐらいやってますよね。はい、
結構いろんな女優さん私が生み出してて、はいはいはい、元アイドルの方とか元風俗トップの方とかいろんな方を生み出してるから、どうしようかな、新手のジャンルからってなるとよ、元女子アナまだいてないんですよ。元女子アナいいですね。で元女子アナって結構女子アナの名前をもじった方が多いんですよ。はいはいはい、地方系、地方系、地方系、地方、山口県の、山口県、いいですねいいですねってなると、なんとかパンになりますよ。なんとかパンね、なるほどね。なんとかパンっていい、できるやつね。そうです、なんとかパン、うん、言いやすいやつ。もっとアナウンサーの方にしたくて、じゃあこれ、うん、おこれを、上も下もあるよね、名字も名前も。そうですね、ね、はい、とりあえずこれを一文字ね、取りました。うん、ああ、確かに。どっちでも、上でも下でもアナウンサーなるな。なるな。なるかな。なって、でも、いかようにもできそうですけど、なんか、で若い感じの響きですよね。そう、結構若い感じなんだから、やっぱもう19デビューで。なるほど。これは、はいはい。これで。お、ええー。意外でしょ、すごい、わかんないでしょ、わかんない、変えました、5000円、これマジめっちゃおもろいわ何これ何これめっちゃおもろい途中で変えることもできるんですよね。もちろん、途中で変えるのも OK、 あ、全然あるんです。結構揃ってきて、これは違うなっていうのを戻したりとか、うわ、もうなんかこっちが本当楽しくできるようになってるシステムですねやってもらうんだったら楽しくいい名前作ってくださいっていうねみんなでいい MT 上位作ろうっていうねこれはちょっとたまんないね。そうかなー、あ、はい、これにします。うわー、はい、アナウンサーあれとはするんでしょ、絶対どうせちょっと、ちょっと考案して、まだ、あんまでもガチャガチャしたくないからな、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、で、なんか意味合いが被ったやつ並ぶのも気持ち悪いしね。そうなんですよ。ちょっとじゃあ僕、はい、こちらで、おー、おー、おー、なんだ、見えてこない、全然まだね、はい、わかんないですね、見えてこないでしょ、なんだ、はっ、はっ、いや、こうでもいいのか、こうでもいいのか、まあ、めちゃくちゃいいね何目線なんだよしかも、思ってることと俺が思ってること違うからあんのにめちゃくちゃいいねって勝手にいや、だからこうにしたら、あ、じゃあこれ捨てて、こっちにします。あ、どう、あ、いやいや、こっちにしよう。こっちにします。いや、どうしようかな、ちょっと。いや、どうしようかな、あ、どうしようかな、ちょっと待って。ちょっと待って。いいよ、これ自由なのいいよ。制限ないのめっちゃいいよ、これ。だから持ってきた時に、こう並べた時に、あ、ちょっと違うってなってするから、戻していくことですね。素晴らしいです、こっちだ。あ、じゃあこれにする、はい、うわっ、なるほどねちょっと一回手元持って、おお、ちょっとみんなも見せないとねそっか、違うか違うなんだいや、ほんとこの子をちゃんとなんか、はい、しっかりデビューさせるときに、うん、みんなの中でスッて入ってきて、でイメージと通りでなんか覚えられやすくてとか、うん、なんか考えちゃうのよ。わかります、すごい考えちゃう。いや、カノユラってつけた人天才だねマジでそう考えたら天才だよ。これちなみにカノユラという名前はどうやって決めたの？あ、本当にわかんない、ビルの人が決めてるからわかんない。そうなんだ、はい、はい、この方がすごくセンスがあったっていうことですね。ですかね、上が刺さってるんですか。そうです、刺さってる、めっちゃカノユラめっちゃいい漢字とひらがなのバランスとか、うん、やっぱ
フルネームで4文字っていうのもいいし、はい、なんかもう本当芸術的なというか、だからできるだけ削いだやつだから、のとか言うとかなと超シンプルだから、めちゃくちゃいい。すごい。忘れないし。嬉しい。すいません。そうですね、そうですね。一旦戻しましょうか。ちょっとこっちで、はい。C ですね、C。俺見つけたかも、もう自分の中で。もう分かりました。うん、あの感じがあんのか。どうしよう。これここに欲しい文字がない場合、自分で書いて作っていいんだ。これめちゃくちゃおもろいっすよ、本当に。でも考えれば考えることですよね。うん、あー、どれもいいし、どれもどれもいいし、なんか違うやつにハマった。いやそうなんですよ。あれに入った。そうなんですよ、あれに入っちゃった。どうしよう、一回飛ばしとかでいいですか。いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。一回飛ばします。はい、これもう自由に行きましょう。自由に行きましょう。ちょっと、2個手元に置いて。もう全然、全然、全然本当ここにカチッてやんないと。そう、分かってこないから。パズルのピースと一緒で、あ、これちょっとそうっぽいなってかってはまんないな。はまんないけど。気持ち悪いのあるね。奇変からの人弁とかさ。そういうことじゃねえんだよ。もしかして我々沼毛を作ってしまう。これ沼毛ですよ。沼毛ですよこれ。マジ飲みたいですもん俺今。嘘でしょ、待って。あ、分かった分かった分かった、できました。できた。はい、俺、ほんと、いいっすか。フリーカード。フリーカード。フリーカードいいですよ。しょうがない。そうです。いい、はい、はい、ごめん。しょうがない。それを思いついたら、それ以外なんか勝ってこないんだよな。僕は何書く、何を欲しがってるのかな。木です。僕から、はい、ですね、うん、ギャルです。ギャル。ギャル。ただデビューしてすぐは割とこう清純な感じでデビューしたんです。でその時しかもちょっと違かったです、名前が。でその子が割ともともとギャルだったっていうことが事務所が分かってとか、本人もそっちの、自分のまんまでやりたい感じでどうなのかなっていうのを、とりあえず大人に言われてる部分の仕事はきっちりこなしたいから、1年ぐらいはちゃんと言われた通りにやるんですよ。はい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 。で1年やった上でやっぱり私はちょっとギャルなんで、うん、そっちの方、事務所さん的レベルさん的に問題なかったらそっちで行きたいんですけどっていう真面目な相談もできると、うんうん、ちゃんと1年やって、すごい。ですで、めでたく、事務所と、はい、うまく話がいき、はい、黒ギャルの方で、白ギャルじゃなくて黒ギャルの方でキラキラにキラキラー、はい、出るタイプの爪が辛い、はい、はい、そうですそうです。で、その子はもともとシーキナナという名前でやったんですが、もともとはシーキナナじゃん。で、もともとのイメージも残しときたいパターンの完全にガラッと変えずに一文字だけ変えて、シーキトコナです。はい、トコナ、はい、で、トコナツっていう雰囲気を入れて、めちゃくちゃ分かりやすく夏って入れちゃうと、はいはい、ちょっとうるさいんで。なるほど。で、もともとシーキナナちゃんは結構清純系でやってたんで、うん、シーキナナがトコを入れることによって
その黒ギャル感を演出して、はい、しきとこって呼ばれるんですよ。しきとこ。かわいい。しきとこ。いや、かわいいな。で、ロリ系なんで、ロリ黒ギャルなんで。ロリ黒ギャルかわいいな。はい、背低めの。157センチで。あはい、胸は、巨乳とかじゃなくて、でも、しっかりと、はいはい、EF どっちぐらいですかな。ちょうどいいですね。はい、今はボブです。あ、ボブで、ね、はい、色は何ですか。おしゃれも好きなんで、うんうん、その時その時によってインナーカラーが入ってる。あ、かわいい。、はい、そこを事務所は自由にしてます。あ、かわいい、はい、その女の子とかのファンもついてるんで。チキトコちゃんは、チキトコちゃんは、はい、チキトコちゃん、この子。あ、素晴らしい。じゃあ、私、よいしょ、見ますね。元、山口県の地方局に、はい、はい、大学を卒業、短大を卒業されてから、短大からのか。短大からの2年間、勤めてて、うんうん、で、そこから、でも本当はもうちょっと派手なことをしたい。山口県って田舎もちょっと嫌だし、うんうん、都会に出たいんだけど、親が厳しくて、大学は地元の大学に行きなさいって言われて、はいはい、で4年も行ってられないか2年だけ行って。はいはい、最初からね、短大にしといたんだね。そうです、そうです。で、そこでまあ、アナウンサーとして働くんですけど、はい、やっぱりもうちょっと派手なことをしたいと思って、はい、で、東京にいる友達のとこをつてに遊びに行った時にスカウトされて、うん、スカウトか。目立ちたい子だったので、やりますっていうことで、うん、デビューされて、うん、なので、23、4歳ですかね、はいはい、お姉さん、はいはい、前髪がない髪型で、長い、うん、ロングでツヤツヤで、あ、流してる感じ。あ、大人っぽい感じ。大人っぽい感じ、はい、で、ちょっと切れ長な目で、あ、ちょっと涼しげな顔で、口がハムちゃんみたいな口をしてる。一見クールそうな感じがするけど、はいはい、はんはん、お洋服とかも結構普段から露出が多い、結構されてる、ボディーランドとか、うんうん、なので、やっぱナンパとかもすごいされるんですね。うん、されそう。で、まあ、そういうのに、ね、奔放なので、うん、目をめちゃくちゃもう自由で、全然奔放、奔放な、あれ、嬉しいです、つまり、嬉しいです、綺麗な方で、でもすごい優しいんです、人となりは、うん、イベントとか来た人も絶対名前覚えるし、はい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 、ちゃんとツイッターのリプライとかも全部返すし、ライブ配信とかで交流もするし、はいはいはい、もうなんか全てなんか明らかんだから、今は本当にちょっと気持ちいいって、この仕事できてよかったっていう感じの時期だね。はい、AV って楽しいなっていうことで楽しんでいる、はい、藍園オリさん。オリいいな。オリパンです。オリパンだ。オリパンです。はい、オリパン、オリパン、藍園オリいいな。で、オリパンはまあすごくやっぱおっぱいがめちゃくちゃ大きい。大きいんだ。大きいです。大きいけどウエストが切って引き締まってる、うん、すごい、スタイルいいんですね。たまにいるすごいスタイルの方、いい方。身長も163センチぐらい、ヒールしか持ってませんみたいな。綺麗に見えるラインの、はい、ヒールしか持ってませんっていうね。で、家にワンちゃんが。あ、ワンちゃんだ。でも保護犬なんですよ。あ、いい子、はい、いい子、おりちゃん。保護犬を飼って。おりちゃん愛情深いね。はい、おりちゃんです。おりパンです。おりパンいいな。そうしましたら、今我々スタッフ女性陣も前で、この5名で、設定込みでどちらのお名前が私好きだな、僕好きだなっていうところを手で指して評価した方が勝ちということです、はい、なかなかゲストですけども、うん、忖度なしのガチです。ガチ、はい、なしで、もうやめてください。はい、やめてください。はい、やめてください。スタッフ、大丈夫ですか。もう、僕は決まってます。じゃあ、いいですか。はい、それでは、テンドで入れましょうね。いきますよ。いきますよ。せーの。うわ、村上さんの票。何しかたり。脳が一緒なんだよ。調子さんに
の方が一緒なんだよ結局、はい、ギャル好きなだけで、はい、しかも浮かぶでしょ、はい、好きとこ、いや昨日の式とこやばかったよ、言いたいの言いたい、そうなんだよ、いや俺顔見たいから、そうなんだよ、そうなんだよ、そうなのよ、絶対仕事してる、そうなのよ、いや、そういうことでしょ、スタッフさんにも評判いいでしょ、はい、そうです、そうです、じゃあ、歩いてくるお金行こう、いや、これね、明るくて頭の回転も、ね、人のいいところは、あのギャルのキラキラで、はい、あの乱行の時、はい、横に並ぶ時にチキトコちっちゃーみたいな、あー順序がみんな、きれいチキトコちっちゃ、かわいいみたいな、あの、ココミンとか、あの頃のココミンとかこれは割れましたね、これっていうか恥ずかしい割れ方、いや男結局ギャル好きで、いやーすごい、挑戦戦でした、いやおもろいですよね、本当に、あとやっぱ金村ちゃんのやっぱディテールの説明、やっぱ現役女優さんだし、うん、現場にもなってるし、でプラスアルファなんか人のことをすごいちゃんと見てんだなっていうそれがすごい、なんか AV への愛とか、はい、AV 女優の仲間の人への愛とか、はい、スタッフさんへの愛を感じられる素晴らしい、素晴らしいコンテンツ、これたまらん、やった嬉しい、というわけでこの動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、通知ボタンよろしくお願いします、次の動画で